エンダードラゴン討伐じゃあ。あ、ついにこの日が来てしまったか。前回洞窟探検に行って資源はたっぷりあるから活用して攻略しますか。しかもこのシリーズがパート30という節目の時にっていうね。この実況もそんなにやっているのか。30パート。思い返せば色々なことやってきたね。なんかそのセリフで最終回感すごい出た。今日でこの実況ともおさらばか。いや、シリーズは終わりませんからね。まだまだ嫌というほど続いてやりますよ。ノーギャラきついって。100万円払ってください。いつからギャラを要求するようになったのあんたたち。とりあえず準備をしていくか。そもそも何が必要なんだっけ。まあ弓はいくつか持っていった方がいいかもね。攻略の順序としては黒曜石の上にあるエンドクリスタルを破壊しないといけないんだよな。それで全てのクリスタルが壊れた後、エンダードラゴンが倒せるようになると。そこがどれだけスムーズにいくかの勝負だよね。この辺のエンチャントボンも使えるやつは使うな。オッケー、全然活用しちゃっていいと思う。でもどうなんだろう。エンダードラゴンどのくらい強いんだろうね。いやー、言うてもマインクラフトのラスボスだからね。それなりに苦戦するとは思っているよ。おかしいくらいに吹っ飛ばしてくるようなイメージ。鉄格子がかかっているエンドクリスタルがたまにあるじゃん。あー、いくつか生成されるよな。あれって上に登ってエンドクリスタルを破壊しないといけないよね。でもどこかで鉄格子の隙間を狙えば弓でも破壊できるみたいなこと聞いたぞ。いや、それは無理でしょ。私たちの技術じゃ。悲しいけどそれに波動意見。何も言えないです。話を戻すけど黒曜石の柱に登らないといけないから。エンダードラゴンに吹っ飛ばされずにスムーズに登ることが要求されるよね。はしごとか持っていくのはどうかな。あ、それはありかもしれない。足場とか使えるんじゃないか。そっちの方が便利かもしれない。確かに積み上げのしやすさで言ったら足場の方が優れていそうだね。足場なんて作りやすいからたくさん持って行ってもいいかもな。そういえば鉱石ボックスに前回の正解入れ替えたけど、改めて石炭と鉄の量が半端ないな。洞窟探索の部分の動画時間としてはだいぶ短くなってるけど、実際のところはかなり探索したからね。まあ霊夢はダイヤを見つけられなかったけどな。パート越しでまだ言うの。エンダーチェストも持っていこうかな。あ、持って行ってくれるなら私も何か入れておこうかな。私は準備ができたのでいつでも行けます。早くない？めっちゃ軽装備なんじゃないの。いや、大事なものは二人が持って行ってくれるかなって。ここに来てたり基本山で草。仕方ないわね。足場ブロックめっちゃ持って行ってあげるわよ。やったー。それでいいのかよ。あ、どうした。トラックタワーに行くためのトロッコにパンダが乗ってしまっている。トロッコ回収しちゃえばいいのでは。パンダの図体がでかいからな。あ、危ねえな、本当に。え、パンダ降ろせたのか。いや、やっちゃってましたね。その瞬間を目撃しちゃいました。くそ、完全犯罪が。おい、皆さん、準備はできましたか。ブー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 。なんでブーイングの嵐なの。じゃあこれからネザー経由で要塞に移動するか。そうしましょうか。しかも仕切り権を奪われるという。うおおおお、ピグリンが大量だー。早く行くぞ、ここでやられたら最悪だぞ。とか言いながら護衛してくれる二人が好き。気持ち悪。なんで、これでそこにいる敵は倒したかな。さっさと行こうぜ、今のネザーは危険が多すぎる。いざ、要塞へ、って掛け声やらなくていい。そんなことやってたらまたピグリンが襲ってくる。ふう、要塞に着いた。あれ、ヨウムとマリサはどこ。なんか、全く違うところにネザーゲート生成されてよくわからない場所にいるぜ。え、霊夢は要塞前のネザーゲートに行けてるの。私は問題なくワープできているよ。しかもここどこだかわからない。このネザーゲートがあるとまた機能しそうだから一応破壊しておくか。水とか流せば破壊できるかな。ネザーゲートの黒曜石破壊しないとダメなんじゃない。本当だな、全く面倒なことさせてくれるぜ。まああんたたちが来るまで私は仮拠点に持ってきたアイテム入れておきます。アイテム整理しておいてくれ。多分ワイザ寮が来るってだけだと思うから割と近くに要塞の上の村があると思うよ。あ、あそこに村があるわ。あ、やっぱり近くにあったんだ。これからエンダードラゴン倒すっていうのに、こんなヘンテコなバグが起きるなんてな。要塞のために掘った穴はどこだっけ。あ、ここの穴じゃないか。あ、思い出した思い出した。もうこっちの道から要塞に行くことはないと思ってたからな。あ、やっと着いたぜ。あ、ようこそ我が仮拠点へ。思わぬアクシデントだったね。とりあえずこの中に足場ブロックはたくさん入れておいた。お、ってマジでいっぱい持ってきたな。いくら失ってもいいようにたくさん持ってきた。予備の荷物入れたらもうエンド行きます。そうだな、気持ちの準備もしなければ。どうせなら最初はあれじゃない、防具とか武器とか持たないで挑戦するのはどう。一回偵察っていう意味でもいいかもな。足場くらいは持っていく。そうだね、もしかしたらクリスタル破壊できるかもしれないから、足場とツルハシくらいは持って行ってもいいかもしれない。あ、忘れずにリスポーン位置の固定をしておけよ。危ない危ない、忘れるところだった。これやらないとまた面倒なネザー移動しないといけないからね。そしてまたあのバグが発生するんだろ。
もう一度地上からここまで来るの大変だからね。じゃあ最後のエンダーアイをはめ込みたいと思います。お、ついにエンド解放ですか。ついにか。じゃあ、入れます。入れよエンド。おお、これがエンドですか。あ。じゃあ用務だけエンド行っちゃったから帰りますか。帰るか。じゃあな用務。え、エンドに一人ぼっち。しかも周りが囲まれていて何もできない。ツルハシ持って行ってなかったんかい。仕方ないわね。私もエンドに行きます。ほら、こんな感じで囲まれているのよ。こういうところに生成されるパターンか。だからツルハシを持っていくのは必須なんだよな。とりあえず上に階段掘りしてみますか。おお、ついにエンドに来てしまった。あ、マリサも来た。何も持たないで来ちゃったぜ。あ、上に繋がったよ。近くにエンダーマンがたくさんいるかもしれないから気をつけてね。目を合わせないように偵察しなくては。お、エンダードラゴンの HP 表示が出た。あ、いるいる、エンダードラゴンが。いやまずはどうしようか。あ、いきなりマリサがやられた。防具を何もつけてないとワンパンなのか。なんかこの状態でクリスタル1個くらい破壊できないかな。ブレスが飛んでくる、危ない霊夢。怖い怖い、残留するからそれでダメージ食らう。鉄格子のあるやつをなるべく行きたいけど。どれだろう。ってなんだ、エンダーマン。ヨウムー。エンダードラゴンだけならまだしも、エンダーマンがいるの大変だよなこれ。あ、マリサは戻ってきたの。そうだな。今持っていたジンギスカンを回収しているところだ。ジンギスカン。オラ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 。霊夢は何をやっているんだ。今黒曜石の柱に向かって足場を設置しまくっている。じゃあ、エンダーマンがまたエンダーマンに追われてる人いる。これじゃあ少ないな。もうちょっと足さないと。なんとかエンダーマンは負けたかな。お、ナイスだぜ。負けてませんでした。私もエンダーマンにやられてしまった。あんたたちエンダーマンに襲われすぎじゃない？逆に霊夢はよく襲われないよね。そりゃプロクラクター。じゃあ、ちょっとそろそろ防具着て攻めた方がいいのでは。本気モードで行きます。え、もうそのままエンドに来ちゃったよ私。じゃあ用務だけずっと防具なしで。だからなんで私だけ置いていこうとする。あれ、用務いるじゃん、なんで。いやなんで、じゃなくて普通にやられたんですよあの後。でもやはり鉄格子のエンドクリスタルはあったな。登って破壊する人と弓で破壊する人で分かれるのはどう。役割分担するのはいいかもしれないな。肝心の弓使いは誰がやるの。え、そんなに用務がやりたいって言うならやってもいいけど。いや、やりたいなんて一言も。なんか、お前ら割といい防具着てるな。だってこのターンで決めるつもりでいますからね。マジかお前、割とやられる前提でいたが。あの強気なマリサが弱気になっている。あのって言われてもな。そんで結局役割分担はどうなったんだ。あ、私とマリサは柱に登って壊したいで、ヨウムは弓使いで行きます。結局私が弓使いなんだね。ちゃんとエンドクリスタル破壊してね。成功するか否かはヨウムにかかってるから。めっちゃプレッシャー与えてくさ。行きましょう、お二人さん。防具を着ているとまた別のプレッシャーがあるな。さて、じゃあここからはここで頑張る感じかな。そうだな。じゃあ私はどこの黒曜石の柱を狙おうかな。ひえー、今度はドラゴンが襲ってくる。エンダードラゴンもケアしていかないとね。って待って、今度はエンダーマンじゃない？ヨウム、後ろから来ているよ。一回もエンダーマンと目を合わせてないのに。ここに足場を作るから登るんだ。こっちはなんとか一つ破壊できそうだぜ。お、ナイスマリサ。お、爆発の反動で落ちそうになった。危ない危ない。ってなんじゃえ、マリサやられたの。エンドクリスタルは壊せたが、上でアイテムばらまいちゃった。それはやばいね。そして私もやばいね。私を狙っていたエンダーマンが全て霊夢の方に。落ち着けお前、落ち着けって。違う方向からもエンダーマン来てる。うん。声しないが、いなくなった。いや、まだ後ろからついてきている。こうなったら戦うしかないか。いや2体はきつい。そっちも大変そうだな。やられちゃいました。いやー、なんで来る通りになった途端うまくいかなくなるんだ。ヨウムの方はどう、大丈夫そうかな。いや、私もやられましたけど。オーマイガー。ご視聴ありがとうございました。概要欄には生声実況チャンネル、実写チャンネル、ツイッター、ミルダムの URL があります。生声実況チャンネルではゆっくりの撮影裏側、実写チャンネルでは普段使っている PC 開封動画やうぷ主の日常、ツイッターでは動画の最新情報、ミルダムではマイクラ配信やゆっくり実況のネタ制作も今後行う予定です。よかったら皆さんそれぞれチェックしてみてください。それじゃあ次回の動画でまた会おうぜ。